今回はゆったりのんびり心穏やかに過ごしましょう。気持ちのいいことで体を動かしてみましょうのお話をします。ゆったりのんびり心穏やかに、不安や心配、本当にいろいろあると思います。そんな気持ちは実はどんどんと風船のように膨らみ大きくなってしまい、頭の中が不安や心配だらけになってしまっては赤ちゃんも心配してしまいますね。そんな時は早めに専門の人に相談しましょう。妊婦健診に通われているお医者さん、助産師さん、寝屋川市の保健師さん、そして私たちのように地域で活動している助産師もいます。みんな些細なことでも皆様のお話を聞かせてくれるのを待っています。一人で抱え込まず相談してください。いろんな人と話をすることで不安が軽くなると思います。気持ちのいいことで体を動かしてみましょう。ママが気持ちいいと赤ちゃんもとっても気持ちがいいです。ママが楽しいと赤ちゃんもきっと楽しいです。赤ちゃんは何でもママと一緒、一心同体なんですね。お産は富士山に登るのと同じぐらいの体力が必要と言われています。体調が良ければ歩いたり四つん這いやしゃがみ込みの姿勢で掃除をしたりして体力をつけていきましょう。お産だけでなく子育ても体力勝負ですよ。ただ赤ちゃんにとっていいからと無理をするのではなく、ママの心と体の声を聞いてあげてくださいね。今回は妊娠中によく起こるトラブルの解消法の体操をしたいと思います。ぜひ一緒にしてみてください。ゆったりとした深い呼吸で赤ちゃんに酸素をたくさん届けましょう。かかととかかととおへそが一直線になるよう足を重ねないで座ります。しっくりいく方の足を手前にしてくださいね。背筋を伸ばして肩の力を抜いて腰を伸ばして楽に座りましょう。この姿勢がしんどい時はお尻の後ろの方にクッションなどを入れると楽に座れます。では今ある息を全部出してください。鼻から息を吸います。そしてゆっくりとゆっくりと口をすぼめて息を長く吐き出しましょう。お腹に手を当てて鼻から吸うときはお腹を膨らませて、新鮮な酸素が赤ちゃんに届くようなイメージで、吐くときは不安な気持ち、心配な気持ちを全部体の外へ出し切るようなイメージでお腹をへこませます。吸ったり吐いたりを自分の呼吸のペースで繰り返しましょう。朝の空気のきれいな時やお腹が張った時にぜひやってみてくださいね。次は骨盤ゆらゆらです。これは歪みや骨盤周りの筋肉をほぐすことができます。背筋を伸ばし、腰はまっすぐに伸ばして肩の力を抜き、骨盤をゆりかごのようにゆらゆらと小刻みに揺らしてみましょう。赤ちゃんが育つ子宮は筋肉でできています。子宮の緊張をほぐし、柔らかく温かくしてあげましょう。
赤ちゃんが気持ちよくゆらゆら揺れている状態をイメージしてみてください。きっと赤ちゃんは気持ちいいなぁと言っていますよ。この体操は立ってやります。骨盤を大きく前後に、上半身は動かさずに骨盤だけを動かしてみてください。呼吸を止めずに繰り返しましょう。これがスムーズにできるようになると腰痛や便秘にも効果があり、暗算力アップにつながります。地味だけどとっても大切な体操です。また骨盤をスムーズに動かせるようになると、自分の体の声、心の声、赤ちゃんの声にも敏感になり、ママにも赤ちゃんにも癒しの効果があります。この体操は立ってだけではなく、座ったり寝たり四つん這いの姿勢などいろいろな姿勢でできます。特に四つん這いの姿勢でするとママにとっても赤ちゃんにとっても陣痛を逃すのに楽な姿勢です。また背中を反らせずに丸くなる姿勢になると、産道が広がって狭い骨盤を回って生まれてこようとするのを助けてくれますよ。ぜひ四つん這いでも行ってみてくださいね。次は目をほぐそうです。目が緊張していたり疲れてくると、頭痛、背中や肩のこりにつながり、さらにお腹が張りやすくなったり、骨盤の動きも悪くなります。特にパソコンやスマホなどで目を使いすぎないように気をつけましょう。では手と手を合わせましょう。手と手を合わせると気が巡ります。力強くこすってエネルギーをそこに貯めましょう。熱くなるまですり合わせたら、手のひらを目に当てます。目の奥の筋肉がじわーっと温まって緩んでくるのを感じてください。最後に目を閉じて体全体を緩めましょう。横になって下の足は伸ばして、上の足は少し曲げます。クッションなど使うとよりリラックスできるでしょう。リラックスはこれまでに動かしてきた筋肉や骨格の変化を体に刻み込ませるための大切な時間です。息を吐くたび体の緊張が取れていきます。頭、首、肩、背中、腰、お尻、太もも、膝、ふくらはぎ、かかと、足の先、全身の力を抜いてリラックスしましょう。緊張しているところがあったら少し力を入れてから緩めるとより緊張が取れますよ。起き上がるときには足首を曲げたり伸ばしたり回したり、体を動かしてから浮きましょう。足のむくみや釣り予防にもなります。次回のお話はお産のお話をします。ぜひ見てくださいね。